はい、皆さんこんにちは。プロジェクター評論家の元気なおじいです。さあ、今回はね、久しぶりにプロジェクターの質問の投稿が来ました。まあ、今回はヤーバー V12 のプロジェクターに関する質問なんだけれども、これは共通事項です。自動調整ミスの原因ね。感謝してよ、4分前に投稿してすぐ動画作ってんだからね。こんにちは。最近ヤーバー V12 プロジェクターを購入しましたが、そう、おじいのチャンネルでは一個も売れてないんだけど、再起動するたびにズームサイズや台形補正を再設定しなければなりません。これらの設定を保存して毎回自動的に適用されるようにする方法はありますか？アドバイスをいただけると嬉しいです。ね。まあ、おじいの動画をよく見てる方はね、わかると思うけど、分かってね、重要ポイントは絶対言わないんだよ。ね。なんかアドバイスするのはいいんだけど、自分のことは全然言わないんだよね。分かっているのは V12、オートフォーカス補正がいかない。でもそれができるプロジェクターなんで、だからどういう風になってるのっていうね。で、まあ答えは2つね。オートフォーカスや自動設定の機能をオフにしている場合、ね、それは毎回毎回自分でやらなければなりません。なのでその場合は、ね、設定メニューからオートフォーカス、ね、機能をオンにしてください。で、自動台形補正はキーストーンという、ね、表示になっているので、そこのやつをオンにしてください、ね。で、起動時のところもちゃんとオンにしておいてください。オートフォーカス、キーストーン、両方とも起動時もオンにしてください。で、動かした場合、移動した時もオン、両方ともオンにしてもらうといいと思います。で、もう一つは、それでも調整ができない場合があります。ここのところには全然書いてないんだけども、再起動するためにズームサイズや台形補正を再設定しなければなりませんとあるので、その機能が全くいかにも働いてないような書き方を知るので、オフになってるからオンにしてくださいという答えしかありません。で、それがうまくできないというのであれば、オートフォーカスや自動台形補正があまり働かないということなので、センサーね、点々点が出てくるので、その点々点がちゃんと読み取れる明るさにしてあげないと、明るいと反射してくる、ね、電波を正しく受け取れませんよ、ことでエラーになるよっていう返し方もあるんだけど、今回の内容にはそれも書いてないし、書いてないけども一応書いてないことを言わからないといけないのかなって感じで、何もヒントも何もないから、ね、どこの原因なのか全く分からないから、一応両方とも書いておいたけどね。一応言葉で説明してるけど、オートフォーカス、台形補正で、ね、諸々の記憶が記憶はできないです。設定です。自動でやるんです。毎回起動するためにオートフォーカス、台形補正を勝手にやってくれる機能があるんです。そして動かしたら自動台形補正、オートフォーカスやってくれる機能があるんです。独立性設定があります。独立した機能を両方ともオンにしたらかどうかの問題なんです。で、ホームシテマのプロジェクターなので V12 は、ね、元気なおじいのチャンネルでは V9 か K2S、 もうこの2つです。いわば売れるのはもう今 K1 もおじいのリンクから売れてる形跡も何もないし、 V12 も発売当時2人か3人ぐらいはあったかもしれないけど、
あのもう全然一個も売れてないです、ね。本当にねこのキッズエースを買った方が全然あのそういうそのこのね毎回その設定したくてもリセットその今の設定をリセットするリセットしない、ね、記憶する記憶っていうよりも毎回リセットするがオンになってるとブーンって戻ります。でそこはオフになってると今調整したそのまんまでまた起動するんです。そういう機能がホームステーマ、まあ、グレードがね下なのでそこら辺にはついてないです。過去にはレンズの蓋を閉めるのに K1 だと出っ放しなんでっていうね、なんだけどその毎回毎回ね戻るってやれば戻すことができるんだけどね、うん、まあ K2 だとビヨーンってこう戻してるってね、毎回戻ってまたこうなったりする、まあ、そこで差がつくんでね、まあいろいろあるんだけど、まあそういうことで、一応ね、2つ重要項目を言いました、ね。うん、で、まあ、今回の質問なんだけど毎回自動的に適用されるようにする方法はありますかっていうことなんで、起動したらオートフォーカス、そして台形補正を自動的に使用するオンで使ってください。そこの設定項目がオフになっているとダメです。4分前のコメント拾ってね、こうやって準備してます。じゃあ1回目電源つけます。で、今明るいけどね。これが通常の通常です。で、電源を消します。明るいからな、手でやった方が早そうだな。まあ、オートフォーカスと台形補正がこのように自動的に働くのでね、フォーカスっていうところね、起動後のオートフォーカスをオンにします。移動後のオートフォーカスもオンにしてあります。これが標準です。キーストーン、起動後の台形補正をオンにしてあります。移動後の自動補正もオンにしてあります。これでオートフォーカス台形補正、縦の台形補正は自動でなるはずです。まあ、それ以上の機能は上位モデルでないと、はい、なのでこの人の書き方だと自動調整がエラーになるとも書いてない、
だから、毎回毎回しなければならないって書いてあるから、オートフォーカスと台形補正の設定がオフになっているのでしょう、ね。そこのところをオンにすれば、このように電源を入れただけで勝手に調子補正してくれます、ね。よろしいでしょうか。いいでしょうか。ね、はい、そういうことで、終わります。しっかりと、しっかりようにね、メニューがもし英語でわからなかったら、でもこれね、最初日本語になってなかったかな、ランゲージで日本語設定にできるんで、でもそういうのも含めて全然ね、情報が何もないので、ね、まあ、日本語設定にしてなかったら日本語設定にする。で、オートフォーカスと台形補正のところを自動両方ともオンにする。確かね、標準でオンになってるはずだからね、動作しないのはおかしいんだよね、うん。まあ、ミスるんだったら明るいんだけど、それも書いてないからね、設定項目で間違いないでしょう、ね。はい、そういうことで終わります。ちゃんと行くといいね。